久保田光彦は、東京都杉並区出身の、フリーアナウンサーワウワウ契約アナウンサー。立教大学理学部物理学科卒業後、1978年に、東京12チャンネルへ入社。入社以来、スポーツアナとして、サッカーをはじめ、バスケットボールゴルフボクシングマラソンアイスホッケー、モータースポーツ、競馬等を実況。 1988年の欧州選手権決勝、オランダ・ソ連でサッカー実況ナとしての評価を確立。同年から3大会連続で夏季オリンピック中継に選出され、ソウルではサッカーバスケットボールボート等、バルセロナではバレーボール、体操、新体操等、アトランタではサッカー、水泳、バスケットボール等を担当。冬季も一度選出され、 自国開催となった長野のアイスホッケーを担当。アナウンス室スポーツ担当デスクとなった1993年には FIFA ワールドカップアメリカ大会アジア地区最終予選、ドーハの悲劇として知られるテレビ、東京歴代最高視聴率を取った試合も担当。東京12チャンネル時代からボクシング世界戦を30試合以上実況し、フリーになった現在も担当。 1994年にはアナウンス室新人研修担当となり、この年は小島秀君を育てた。1999年にはスポーツ局ニュースデスク、番組プロデューサー、2000年にはアナウンス室次長として室の運営にあたる。アナウンス室次長時代に同局アナウンス室のホームページで連載していたコラム次長の次長が多くの反響を呼び、話題になった。 2005年2月28日退社。退社後の3月にオフィス K キャップ数を設立し、翌4月にワウワウと契約して、現在に至る。フリー転身後もサッカーテニスを中心に、古巣のテレ東を含めたスポーツ番組の実況を担当。2008年からは、江戸川大学コミュニケーション学科非常勤講師。ありがとうございます。